DNA3、DNA 3, 2中日、11日、横浜、DNA の劇的勝利の裏で発生した感動的なシーンが注目されている。11日に横浜スタジアムで行われた中日戦で、京田洋太内野手が延長10回にサヨナラ中全打を放つと、真っ先に石井拓郎チーフ打撃兼走塁兼一塁ベースコーチが抱きついて祝福。ファンは、最高の指定関係。 などと胸を熱くしている。DNA は1-2の9回に同点に追いつき、延長10回1死3塁から京田が仲間へサヨナラだを放った。勝利が確定すると1塁コーチャーズボックスを担当する石井コーチが真っ先にヒーローに駆け寄った。満面の笑みを浮かべた石井コーチは京田に抱きつき、何度もヘルメットをポンポンと叩き、教え子を叩えた。その後、 ベンチから飛び出してきた仲間もあっという間に京田を囲み、大歓声の中歓喜の輪が出来上がった。30歳を迎えた京田は今季、春先は存在感を示せずにいたが、6月は打率310と復調傾向に。すると7月もここまで21打数7安打の打率333と好調をアピールしている。SNS 上には、涙出た、最高すぎる。 拓郎が一番最初に京田のところに行ってるんだよ。マジで感動する。石井拓郎コーチが喜び爆発。など、ファンも京田と石井コーチの熱い抱擁に胸を打たれていた。